가만 놔두면 이렇게 이선을 적어서 고용한다. 사모가 많이 肩を持っている職人と呼ばれる方が教えています。肩を担いでいる人は、脚が上がるから、肩を寝ないんです。見えないんですよね、前からね。肩を握る時に肩の方が上がるんですよ。すごいですよね。はい、だから、目立ちますよ。